ボルガルネースは、アイスランドの中では、比較的小規模なフィヨルド、ボルガルフィヨルズルの湾に突き出ている半島に位置する、小さな町である。2007年時点で、の人口は1930。アイスランドの首都レイキャビークの北 60km に位置し、アイスランドで2番目に大きな橋、ボルガルフィアルザルブルー、で、アイスランド本島との交通が維持されている。ボルガルビッグズ自治体に属し、 同自治体で最大の町である。ボルガルネースが歴史上初めて現れるのはエギルの佐賀においてである。そこではボルガルネースではなくディグラネースという名前で呼ばれている。ボルガルネースでの最初の入植者はスカットラ・グリームルの船乗り仲間であったグラニであり、入植後ボルガル・フィオルズル一帯を治めた。その後の入植などの記録は19世紀に至るまで残っていない。 アイスランドがデンマークとの独占貿易から解放された後からボルガルネースのあたりには貿易施設が増え始めた。デンマーク王フレデリク7世は1861年に貿易の許可面上をボルガルネースに与えた。ボルガルネースで最初の建築物は缶詰工場であった。これは1857年に建てられたが数年後に撤去された。 その後1877年には貿易所が建てられ、その頃から居住者が増え始めた。当期のボルガルネース。町の背後に見える山はハプナルフィアトル。1913年にボルガルネースは行政区画の町としてボルガルネースフレップルという名前で登録された。町名は1987年に変わり、1994年にフロインフレップル。 ノルズル・アウルダールス・フレップル及び、スターフ・ホルツ・トゥングナ・フレップルと合併して、ボルガル・ビックズを元にしたボルガルネース・ベールという名前になった。その際、印象と役場は、ボルガルネースのものを引き継いだ。1998年には、アウルタネース・フレップル、ボルガル・フレップル、スベール・アウル・フリーザル・フレップルも同様に合併した。ボルガルネースの協会1904年に、共同組合として、 カウプフェラク・ボルグフィルジンガが設立され、20世紀中はボルガルネースで最も大きな雇用を提供していた。アイスランドの他の多くの共同組合も同様だったが、キロバイトは小売店舗、スーパー、ガソリンスタンド、土地区場、乳製品加工場、製パン工場などを運営していた。またボルガルネース内外に他にも工場や会社などを保有していた。 しかし20世紀末から経済力が落ち始め、キロバイトボーガーネシー EHF という持ち株会社に転換せざるを得なくなった。2005年以降、それまでのキロバイトのロゴ及び商標は使われないことになっている。ボルガルネースはアイスランド西部での商業の中心である。街の経済は、レイキャビークからの旅行者及び街の周囲の壁地にある。 別荘の利用者や農業従事者を対象としたサービス業および種事の工業が主なものである。小売業および貿易業銀行ボルガルネースの協会工場アイスランド第2位の橋、ボルガルフィアルザルブルーがボルガルネース市街地とリングロードを結んでおり、これにより市街地からアイスランド各地に行けるようになっている。ボルガルネースの港はこれまでも交通機関として使われてはおらず、 ボルガルネースへの移動手段はずっと陸路である。ありがとうございます。